島、その順次郎は、医師、内科学者、医学博士。和歌山県、現在の和歌山市出身。活っが、ビタミン欠乏症であることを発見した。1877年3月12日、和歌山県、現在の和歌山市に、須藤徹の次男として生まれた。父を幼少期に亡くし、母と13歳上の兄の牛彦に育てられた。 和歌山中学校在学中に再学を見込まれ、医師の島、その家の娘婿として養子となる。卒業後、第一高等学校を経て、1899年に東京帝国大学医科大学に進学。大学在学中は、三浦金之助教授、高橋淳太郎教授の指導を受けた。1904年に卒業し、ドイツに留学。帰国後は、 岡山医学専門学校教授、京都帝国大学教授を務め、1924年には、三浦の体幹により、東京帝国大学医学部医学科、第一内科学講座教授に抜擢される。1926年5月16日、ビタミン B1 欠乏症においての実験的研究により、帝国学新章を受賞し、1929年には、 日本初の交換教授としてベルリン大学で1年間講義を行った。1933年に東京帝国大学医学部附属委員長となり、翌1934年には鈴木梅太郎が発見していたビタミン B1 を用いた研究の結果、勝手はビタミン B1 の欠乏によるものと結論付けた学説を発表した。公認の第一内科学講座教授は、 柿沼広ま作。妻の津渡るは、和歌山範囲、島、そのひさしの次女。淳次郎の三人の息子は全員学者である。実刑の須藤牛彦は、和歌山県私学、私立和歌山実家高等女学校校長。和歌山県士族、須藤徹の長男として生まれ、和歌山中学校第一期生として1879年に入学し、 港熊楠と同級生となるが、在学中に父親が死亡したため中退し、1882年より小学校の訓導として働きながら1886年に和歌山県師範学校高等師範学科を卒業、教育者として生涯を終えた。おいに内務官僚の三浦直彦がいる。直彦は須藤牛彦の三男だが、三浦駒之助の養子となり、 旧制和歌山中学校、第三高等学校を経て、1922年に東京帝国大学法学部仏法科を卒業。文官高等試験行政科に合格し、入省、滋賀県属、本省警保局、岡山県理事官を経て、1926年に内務省社会局保健部事務官となり、社会保険制度発足に尽力。内務省機関、 衛生局保健課長時代に5.15事件が起こり、地方の学務部長に左遷、1935年に関東局に異動となり、満州に渡り、1941年より関東局総長、司令部長などを兼任、敗戦後シベリアに抑留され、1947年3月に帰国。1957年より名古屋短期大学学長を務めた。 娘婿に絵とつし、ありがとうございます。